伊吹くん、風の噂で聞いたんだけど、あの一ノ瀬美玲さんの従者になったんだって。さすが伊吹だよな。風の噂で聞いたけど、今日も一緒に投稿してきたんだろ。あ、うん、一ノ瀬さんの使用人なんて大変なことも多いだろうけど、頑張ってね。授業に出られないときは先生に伝えておいてやるから、いつでも言ってくれよ。従者になったって本当ですか？本当なのですね。私に許可を求める必要はないですよ、お兄様。私たちの主従関係はもともと一日限りの約束だったでしょう。それに私も時期尚早だと思っていたんです。今の私では胸を張ってお兄様の隣を歩けませんから。ですから、いつか、いつか私がお兄様にふさわしい自分になれたと思えた時に改めてお願いしますね。その時は他のどなたと主従関係を結んでいても無理やり奪いに行く気概で行きますので、あしからず。姉が私のお兄様と主従関係を結んでるってどういうことよ。泥棒猫は許さないわよ。伊吹立花、お前一体何をしに来た。ミレ、いや知らないよ。昼休みになるとすぐに出て行っちゃうから。それはそうと、風の噂で聞いたけど、お前あのさ、桜木を振ったらしいじゃないか。どんな理由があってもやっぱり不誠実だ。桜木がどれだけ君のことを。どうしてそんな。待って、君今なんて言った。違う、その前。どうして前が僕の名前を知ってるんだ。一体誰から聞いた。おい、ちょっと待って。リッカくんじゃん、どうしたのこんなとこで。コロナ急に立たないでよ。あ、お兄ちゃんだ。もしかしてレイちゃん探してるん。風の噂で聞いたよ。未来のためにお弁当作ってきたんだよね。アリスも風の噂で聞いたよ。お兄ちゃんのお弁当アリスも欲しい。リッカ？
したの？何か用事？お弁当？そんな、いいのに。本当の主従関係結んでるわけでもないから。けど私、自分のお弁当ある。リッカ、時々うっかりさん。ううん、気持ち嬉しいから。そうだ、よかったらその、お弁当交換する？うん、一度でいいから、お友達とお弁当交換してみたかったから。はあ、おいしそう。お勉強してるから、お弁当くらいは自分で全部作ろうと思って。あ、おいしい。よかった、それ自信作だったから。すごく おいしい。おいしすぎ。さっき褒めてくれたの嫌味にしか聞こえないくらい。やっぱりリッカ、女の子？お弁当交換しばらくしたくないかも。あ、それ駄菓子、カツの駄菓子使ってるの。お姉ちゃん駄菓子好きだから。基本的には、だけど この前の生徒会室の時みたいに全く想定してないのは無理。言葉をつなぎ合わせればやってみる？なら見せてあげるね。待たせたな、皆の者。これより会議を始める。本日の議題を述べよ。本日の議題を述べよ。君以外に誰がいる？とく述べよ、愚民が。そうだ、その通りだ。よくぞ言った。褒めてやろう。やればできるではないか。して、君の意見を聞こう。どのように思った？言葉の流れを読め。いちいち問い返すのではない。甘ったれるな、この愚民が。そうだろうそうだろう、私にかかればそのようなことなど造作もない。ああ、私は私が誇らしい。どうして私はこうも完璧なんだ。君もそう思うだろう？であれば、本日の会議は以上とする。ご苦労だった。
甘ったるいわ、この卵焼きが。誰も悪いとは言っていない。君が全力を出したというなら、それもまた答えの一つだろう。自信を持て。本日の会議は以上とする。ご苦労だった。こんな感じで大丈夫？お姉ちゃん、自分にも他人にも厳しいから。お姉ちゃん、自分大好きだから。あ、卵焼きすごく美味しかったから、甘いままにしておいてね。お弁当交換またしようね。あ、そうだ、風の噂で聞いたけど、リッカって毎朝スキップして投稿してくるの？